ちょっと隙間があるけど大丈夫？大丈夫じゃない。すごい今なんか残念そうな背中が。はい、どうも皆さんこんにちは、ムポンです。今週も あのゼルダの伝説やっていきましょうか。で、なんか死んで終わった記憶があるんで、ここの続きからですよね。これ中断した場合とかって体力とかどうなってるんですか？なんかもう死にかけやった記憶はあるんですよ、僕も。まあ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 、あのロードを待ちましょうか。今日は死なずにたどり着けるといいなっていうところではあるんですけども、割とちょっとあのロードに時間がかかってるんですけど、なんか武器とか強いやつ、まあハンマーと同等の強さの武器を取った記憶あるんですけど、ここどこ？待って、こっからなんか来ましたよね。こっから来ました。それ以外ないけど何かみたいなところがあるんですけど、ここどこなん？どこなん？ただなんかあれっすよね、進んでいったらあのやられたんで、多分すぐやばいやつが出てくるかなと思うんで、まあここはもう惜しみなく回復をまずはしてから行きましょうか。で、これ守備力って何なんですか？結局まだまとめて取ってる段階なんで何が違うのかがよくわかんないんですけど、なんか例えば僕の今の予想ではこの防御4は例えばこの威力3とかは防げるっていうか、まあ普通にあの少ないダメージで防げるんですけど、なんかこれよりも高い威力の武器、例えばこれとかで殴られたらなんかもうすぐに耐久が減っちゃう。で、まあ防御10とかやと、あ、ちょうどいいのがないんですけど、なんかあのね12とかやとすぐ突破できるとか、なんかそういうのがもしかしたらあるのでしょうか、どうなのか。まあちょっとねその辺の知識は今ないので、まあまあまあ分かる範囲でやっていければなと思います。でこれの最後の1個取りに行きましょうっていうとこなんですけど、焼きリンゴもハイラルだけももうないもんな。じゃあピリ辛煮込み食べる。これちなみに今あの寒さガード1分28ついてるんですけど、この状態で食べると、あ、3分半になるのか。なるほど。でこれであれですよね。じゃあここはなんか斜面になってて転がるタイプの爆弾やとなんかダメな予感がするんで、まあ、四角いやつ使っていきましょうか。で目的地結構遠いね。まあちゃんとね目的を見失わずに進んでいきましょうか、前向きに。であそこは、あれが目的か。あれが目的？塔みたいな感じになってますけど、あんなんでしたっけ、見つけたの。あれか？あ、違うっぽいね。もっと先か。これどうやって渡んねやろ。ん？あ、違う。これ戻ってますね。反対。こっち。逆。なんか、そうね。なんか登ってた記憶があって、さっきの断崖絶壁は、あれかな、前回その、なんとか斜面で息継ぎしながら登ってきた場所なのかな。旅人の盾が壊れそうだと。で、武器を出したまま、二刀流じゃない。二刀流っていうか片手持ちじゃない武器に関しては武器を出したままガードができるんで、まあまあまあうまく立ち回りましょうよと、そういう感じですよね。で方向的にはまだまだ険しい斜面を登っていかないとダメみたいなんですけど、なんか坂道で出会いましたよね、あの遠距離攻撃してくる何か。何やったんやろ、弓か。これ見覚えある。
なんかここの上登ったらどうなるんだろう、まあ急ぎますかって言って行った先、この先に確かやつがいたはずなんで、ガードとかで防いだらいいのかな。おそらくもうすぐ多分出てくるよね。なんか鮮明に、あれいない、あれなんかこの坂登るまでにやられた記憶があるんで、もう出てきててもおかしくはないはずなんですけど、いないならいないで いいですよ僕は一向に構いませんからね。でなんかあの鎌倉みたいなんがあるんで、ちょっと寄れるのかな。これ敵あの聞く前に殴る。キースの、あこれ持ってるわ、持ってるっていうことはどっかで戦ったけど、屋根何これ、レンガ作りの、レンガっていうか石作りの何かやけど、なんか大きいお屋敷なのかな、ここ。え？そうなの？待って。チラッと。あ！待って、死ぬからそれ。え、ちょっと待って。あ、こいつ。前やられたやつじゃん。待って、体力が。タイム。待って。一匹は倒したね。で、焼き鳥肉食べましょうか。ちょっと待って。復活してる？復活してるよね。ちょっと待って。待って。あ、骨。ん？骨？何これ？武器？切り離されても動き続ける不気味な腕の骨。あまりポーチに入れておきたくない。古びて脆くなってるのですぐ壊れる。なんか弓矢みたいなんも飛んできているけど、あ普通に木の矢拾った。おーで、待ってめっちゃ撃つやん。ちょっとでトゲボコンボがもうすでに壊れそうで、ボコ弓をゲットしたけど、R2 ボタンで撃つことができる。ただ今すごく接近されて、お、あれ全滅した。え、なに撃たれた？あれ？なんかクラッ、あ、ちょっと待った、寒さゲージが切れちゃってるね。マジか。じゃあちょっと待てよ。この辺の食べましょうか。てっきりなんか食らったんで、遠距離攻撃また食らったんかなと思ったんですけど、そんなことはなく、で、あ、弓矢は普通の武器とは別の欄に追加されるのか。でもうすぐトゲボコンボが壊れそうなんですけど、ボコブリの骨威力は低いけどどうなんだ。まあまあ使い捨てって感じですよねっていうか今のもボコブリなん、なんのかな。でもなんかそれっぽいよね。でもなんか骨でしたよね、わかんねえやなんか別バージョンなんかな。まあちょっとなんか単純に被害を食らってしまったんですけど、戻りましょうか。あー戻れそうねこのルートで。よしほう、やっぱなんかあれっすね、開けてるところに出るとちょっと落ち着きますね。でこれでなんか多分離したら撃ちそうな感じはするんで、なんか見つけたら狙ってみましょうか。で、まあ道中は武器はこんな感じ。うん、じゃあ交代に出せると。何このミステリーサークル怖くねこれ。入っても大丈夫ですか。うん、ちょっとねよくわからないやつはとりあえずね爆破してみようぜ何もなんないか。何なんだろうね、そういう模様。たまたまにしてはちょっと美しすぎる円形をしていたんですけど、そういうものですよね多分で坂道を降りて見えてきましたね、祠が。
よーしよしよしよし、なんとかね。待って待って待って、違う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 、こっちじゃない。これで狙いを定めて、あっピューってなったね。待って、武器が壊れた。じゃあ今度は持ち替えで骨、骨を使い捨てよう、使い捨てよう。おー、で目玉と羽がいっぱい手に入ったと。よし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 、いいぞ、羽いっぱいね。で矢がどっかこの辺に飛んでいったけど、刺さってない、刺さってないか。あ、でもキラキラしてるってことは、これ外したら外したで、あ、回収できますね。なので、うっそやん、ちょっと待って、ほんのからの、ほんの、あー、壊れた壊れたけど、弓を素早く切り替える。何、弓を装備切り替え、あ、違う種類の弓が手に入ったってこと、マジか。なんか普通の弓をなんか試すまでもなく新しい弓が、あーあ、あ、新しい弓がっていうか、どっちも一緒か。なんか単純に2個目手に入っただけなんで、まあ矢が足りないんでまあ使い道があるのかっていう感じはするんですけど、あー、なんかこの画面で見た時のこの手のなんか生きてる感じがちょっと怖いんですけど、なんか確かに長くはポーチに入れておきたくないね。まあとはいえ、待って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 、いた、ちょっと待って、普通にいた。そうか、あれをこれじゃない、間違えた間違えたよ、これ直すとかってでき、ビタロックに持ち替え、あ、置いちゃった。じゃあ爆破しましょうか。これで変えて、違う、おーだから何なのかはよくわかんないが、なんか壊れましたね。でもこれ叩き割った場合、あ、なんか出てきた、琥珀、やったぜ。アイテムが入ってる場合があるのか。あー、じゃあ転がってきたタイミングを見て、例えばなんかそのはーって言ってハンマーを振り回してなんか止めてしまうみたいなことももしかしてできたんかな。なんか骨じゃ勝てなさそうやったんで、とっさにもう動き止めちゃったんですけど、ちょっと待って、僕じゃない、僕じゃない、僕は僕なんだけど、僕じゃない。あ、バレてるよね。あー、ぶち抜いた。いいねいいね。でこれは弓じゃなくて持ち替えて、で骨からの、そう、ボコンボよこせ。うっ、パンチダメよ、パンチダメよ。あ、持ちきれない、持ちきれない。ならば骨でもうぶん殴るぜ。あ、壊れた、ちょっと待って、ちょ、痛い。拾って殴る、基本。基本動作で戦っていくぜ。で、骨と歯、歯かな、牙と角がいっぱい手に入ったんで、まあホクホクですよね。で肉はいただきましょう。没収や、没収や、ちょっと君たち悪いことしたから没収や。で、持って、あ、待って待って待って、あ、待って待って待って、投げる、燃えちゃったよ。ちょっと待って、違う。なんか来ちゃうんじゃね、そんなことない。そう、叩き割りたかったの。ただ何も出てこなかったけど、何このあの爆発しそうな雰囲気の、いやー、これはやばいやろ。これはやばいやろ。間違えた間違えた、違う。でボコンボを使い捨てする予定で持ち帰って、とはいえ特にこの周りは何もなさそうかな。椅子があるけど何もなさそうね。ちょっと食材ありましたっけ。ないか。なんか体力がちょっとね
苦しいんで、食材とはしては使えそうもないですよね。これも食べれなさそうなデザインしてるんで、ね、まあとりあえずちょっと祠向かいましょうか、せっかくなんで。ここまで来たらね、まずは優先して、この上でいいのか、危ない危ない、なんかどっかあの断崖に向かって進みそうやったところではあるんですけど、池があるね、まあ、特に今のところ使い道はなさそうなんですけど、おトゥミン家の祠、よしよしよし、ようやくたどり着いた。ここまでの敵が結構なんか今までのただのボコブリンと違ってなんか強かったんで結構苦戦したんですけど、よしなんとかね攻撃力が高かったのかな。で、ワープもこの通り使えるようになりましたよと。使えるんよね、使えるよね。あーいけるね、よし。ということで、次この中入っていきましょうか。よし。でちょっとね、あの新しいハードディスクに今回撮ってるんで、ちょっと試しに15分ぐらいで切って録画状況見たんですけど、撮れてますよね皆さんまあこの動画がなんか特になんかね、普通に皆さんに届いているっていうことは、まあイコールそういうことなんですけど、でまあようやくね4つ目の祠に来たんで、今度は何のギミックなんやろな。前回はなんかまああの動き止めるギミック一瞬で終わっちゃったんですけど、で、な、祠を訪れし者よ、我はトゥミン家、女神ハイリアの何期多分試練でしょうねでこの絵ってあれなんですよね、なんかただの模様らしいですねなんかずっとなんかあるんやろうなと思ったんですけど、でまあとりあえずここでちょっとあの電子マネーチャージしましょうかね。シーカーストーン認証アイテムの入力を開始します。おお、トゥ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 、このなんか定番のごまだれっぽい感じの音楽で、あ、何今度は、ごまだれアイスメーカー、アイスメーカー、アイテムが追加されました。水面に氷柱を作り出す。水面だけ作り出した氷柱はとても硬く、ああでもそっか、凍らせるために水が必要で、まあ水の上で使うと氷が、まあ氷の柱が出てくるよという感じなのかな。で溶けることもない、やばくね、自然破壊じゃねあのもうなんかね、世の中の断りをむちゃくちゃにするとんでもねえパワーが手に入ったんですけど、みなべでの、足場や水辺での足場や障害物として利用ができる。あーだからあれか、なんか前回溺れたところはあるじゃないですか、あそことかも足場作って渡らないといけなかったと、そういう感じなのかな。で、作った氷柱に氷柱にもう一度使うことで破壊もできる。あーだからあれなんですね、水を凍らしたりまあ戻したりができると。試してみるか、これじゃないこれで、ああこんな感じなんや、すごい、作る、うおーできたね。で特に水がなくなるわけではないと。おお、これでいっぱい作るん、すげえ。で登れるんか。おお、例えばなんですけど、でも壊れることはないって言ってたんで、うわ強っ、これはハンマーも負けちゃいますねじゃあまあ、壊す場合は、うわーこんな感じで壊れんのか、すげえ。で、ね、今までの能力と違って待ち時間が全然ないんですね。あ、すぐ回復するんか、ゲージは出てるけど。で足元で例えばあれ、あ出ないわ足元を狙う、あこういうこともできるんかな、あれ、おーできた。あーで高いところに登れるようになるんで、まあ進んでいけよと、そういうわけですか。なるほど、じゃあ
まあ進みましょうか。ちょっと隙間があるけど大丈夫？大丈夫じゃない。すごい今なんか残念そうな背中が見えたんですけど、ジャンプで、おーギリギリ、あーゼルダの伝説。なんとかね謎を解きましたよと。そういうわけですか。でまた柱が、今回ちょっと高そうじゃないですか、この障害物いけるんかな。まあちょっと試しに足元、うん、足元を狙うで作りましょうか。お、あーそういうこと。あー上を越えていくんじゃなくて、なんかねギリギリ作ろうとしたらなんかちょうどなんか下が判定あったみたいで偶然溶けてしまったんですけど、あー持ち上げることもできると。おこの下とかに入ってる段階でなんか潰しちゃったりしたらなんかとんでもないダメージを食らいそうなんで、ちょっとそれだけはしないようにね気をつけましょうね。待って、ただこれで柱を作ることで、あー無敵なのね。で回り込んでくるので、この周りをまあ回りながら立ち回りましょうよと。 OKOKOK で、なんとかねこんな感じで壁にもできますよと。万能ね彼、いいな。なんか日常生活で何に使うかっていうとどうやろうな、なんか雨降った時とか使えたりするんかな、ちょっとパッと出てこないんですけど、なんかこんな能力があると生活がちょっとね幅が広がりますよね。で次のスペースに来たはいいものの足りないよね高さ。っていうことはまたなんか作んないとダメなんでしょうけど、ただし、作れるのは水の上だけなんですよね。おっとうんって顔してますけど、シーソーになってると、はっ待って、あ下に降りてしまったが、そうちょっとヨッシーとジャンプボタンが違うんで感覚がね狂ってしまうところではあるんですけど、ここを下げてダッシュジャンプ届かない。あーじゃあどうする、なんか足場こいつらでも作れるのってこことかも作れるんかな。足元を狙う、ダメ、あ作れるのか、すげえ持ち上がった。あーなるほど、じゃあ水さえ、あそっか、さっきのところもだってあれでしたもんね、なんか下の隙間に水があったから持ち上がったんで、なのでこういうところもうなんか上から作ってしまうっていうこともできるんか。でここで作るってすると両方持ち上がると、ほう、まあ特に意味はないよと。まあまあ持ち上がったんでゼルダの伝説と上がれるようになりましたと。うん、まあ基本的には壁作ったり、あとはなんかまあ足場組んだり、あとはなんかその隙間から出現させることで、まあ、持ち上げたりっていう感じなのか。でまあそれ以外、まあそれらの動作を使ってまあ今回の試練はクリアしたんで、今後のね世界でまあうまく使いなはれやと、そういうわけなんですよね。何さんか忘れましたけど、試練を克服されよくぞここまで、あなた様こそまごうことなき勇者、今こそ女神ハイリアの名において克服の証を授けましょう。あロトの紋章ゲットね、やったぜ。でまたキラーンと、まあ4つ目なんでねリンクさんも慣れたもんですよ。トゥッドゥ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 ーン、うん全部ですよねこれ多分。克服した証、これで我が役目は終わる、女神ハイリアの加護があらんことを。ああ言っちゃうのね、ありがとう。ずっとここで彼らはリンクが来るのを待っていたのか。でなんかもうイベントで外に追い出されたんで、ほうほうほうが来ますかねこれ、どう
声が聞こえますね。雪が止みましたね。これでこの台地にある全ての祠で克服の証を手に入れたことになるの。おほほ、時が来たな、リンク。お主に全てを話す時が。え、やっぱりあれじゃないですか、秘密を握っていたおじいちゃんじゃないですか。四つの祠が交わる場所、訪れるのじゃ。わしはそこで待っておるぞ。え、四つの祠が交わる場所、なんか中心地点とか。良いか、四つの祠が交わるところじゃ。あ、行ってしまったね。っていうか、やっぱワープじゃないですか。やっぱ持ってたんか、やつ。で、雪が止んで明るくはなったんですけど、相変わらず寒いままっていう感じなんですよね。あ、取っちゃった。あ、気温がなんか左下に出てますね。で、今回の祠と前回の祠で、まあ、その前と最初の祠が交わる場所、この辺なんかな。わからんね。とりあえずこの最初の祠に帰ってみるのがいいんですけど、ちょっと一個だけ試していいですか。ほっ、待って待って待って、登れるけど、こんだけ。あ、待って待って待って。やっぱあれか、水中はもう何やっても死んじゃうんですよね。なんか前回溺れちゃったのも、なんていうんですか、あのあったかいゲージがなんか2分とか全然残ってたんで、なんか水中に浸かったら一発でなくなるんかなって思ってたんですけど、なくならないんで、あ、案外大丈夫なのかって、なんか辛いやつ食べたから大丈夫なのかって思って、なんか入ってたら気づいたら HP がなくなってたっていうね。悲惨な事件やったんですけど、まあ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 、じゃあどうしよっかな。これとりあえずちょっと投げてみますか。意味はないですよ。ただあー、ちょっと待って。待って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 、いや、そんなに範囲が、っていうかこれ食らうじゃないですか。高いところからじゃないと基本的にはダメなのか。で、やっぱそうですよね、寒さで残りハート半分で耐えきるとか、そういうあの要素もなく、まあやられちゃうよと。なるほど。じゃあまあなんか氷作れるようにはなったけど、とりあえず祠向かいましょうかね。なので、まあ、すぐにマップ開く、マップ開いてもうすぐに近くにバッテンがついてるんですけど、ここ海星の祠、ここかな。ワープしましょうかね。天気がっていうよりかは高いところやから寒いのかな、何なんだろうね。なんかそういう基準があるんですか、それともずっと寒い地域と、なんかまあそうでもない地域と分かれてるとか。回避ジャスト、敵の攻撃をタイミングよくかわすと攻撃を叩き込むチャンスが生まれる。へえ、なんかいる知識なのかね。で、祠にとりあえず帰っては来たんですけど、交わるところって言ってましたね。なんか真ん中らへんやし、ここやったりとかってしない？なんか実家に帰ってきたよね感じではあるんですけど、しないのか、しないのか。いや、外に出たらあのおじいさんがいるかもしれないかもしれない。なのでちょっととりあえず出てみましょうか。ちょっと気になったんで足は作っちゃいます。うん、とはいえなんか高くなったねっていうだけで、特に何もなかったんで。まあまあ外出ましょうか。ヤッフー。ああ、いいね、なんかあったかいっていいですよね。
で、ただおじいさんがどこに行ってしまったのかっていうところではあるんですけど、なんか最初焚き火してたところとかにしれっといたりしないですか？そんなことない？焚き火してたとこってこの辺かな。あ、あそこか。あ、でもいないっすよね。で、火までちゃんと消されていると、あー、じゃあ料理もできないのか、残念ね。ちょっと待てよ。っていうことは行く場所を見失ってしまったと、そういうわけか。じゃあちょっと、うん、なんか探索になりそうなんで、まあここはね、また次回から、次回続きからやっていければなと思いますので、今回はここまでとさせていただきます。では、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。